こんにちは、こんばんは、いちごさぎです。いつもご視聴いただきまして、ありがとうございます。ちょっと発信が遅れていますが、5月24日ですね、えー、三浦春馬さんが、えー、やっていました、キンキーブーツのローラ役に、白田優さんが、えー、登用されまして、 ビジュアルの方がですねあの配信されましたで同じ日にですね友坂里恵さんも、えー、三浦春馬さんと一緒に写真を撮っている時のツーショット写真をアップされてましてま,まさかねその日にっていうふうな感じで。 あげられたんですけれどもなんかそういうね思いが丈夫、えー、が入ってたかどうかは分かりませんがまあね思いがね、えー、伝わってくるような気がしましたで、まあ、将来的にはね誰かがあのー、役をね引き受けていただかなければいけないんじゃないかなと思います、まあ、今回素人さんが えー、ローラの役をっやっていただくっていうことになったみたいででまあね、えー、10月1日から11月3日までの東急白田オーブにて東京公演が上映決定となっております。 えとその中でね前回までね、えー、一緒にされていました俳優さん2人の方がですね、まあ、あのツイッターとかの発信宣伝とかをされてないようでしてまあそのたまたまそういうふうなご自身が発信をされていないのかどうかは分かりませんがまあまだ調節が ついいてらっししゃない可能性もあります何とも言えないんですけれどもちょっと複雑な思いが受けましたでやっぱりこうまだね、えー、三浦春馬さんのファンもまだちょっとね心がせりついてない状況でありましてで私も、えー、と何度もお話しさせていただいてるんですけれども。 できればこう三浦春馬さんが全身全霊で演じられた、えー、ローラっていうのがもう本当にこう研究をされてそしてこう歩き方一つ立ち方一つそして心さえもあの女性であるというようなこう表現が。 にじみ出てるローラ、本当にこのローラを演じるためには、いろんな思いがあって演じられたと思います。どうしてもこの役をされたいというあの彼の思いが伝わってくる作品ではないかなと思われます。 女性の心の心り方そして美しくありたいとか、まあ、こういうジレンマとかそういう、ね、心の葛藤とかいろんな思いがローラの中にあるんじゃないかなそれをしっかりと演じたあの三浦春馬さんのローラそのローラを是非見てないファンが いっぱいいると思いますのでぜひともあのこちらの作品を円盤化をお願いしたいと思いますまだね心の整理がついてないファンもいっぱいいますのでぜひとも少しでもねこの公演の前にですね三浦春馬さんのローラをぜひ ファンのもとに届けていただけたらと思っております。ね、あの、まあ。共演をしていただけるね、小池徹平さん。 いやあのまあメインのキャストの皆様本当にねあの大変な中もう一回ねロールあのキンキーブーツをみんなの前にね出していただいたことは本当にあに感謝いたしますはいでもまあねできればあのファンと思いもちょっと鑑みていただいてぜひともまあ 皆さんでねあの形に残してていたただけたらと思っております、はいまあ今回のね10月1日からこう講演がされますのでねいい作品が出来上がるといいなとは思っておりますご視聴いただきましてありがとうございます。 チャンネル登録グッドボタンベルマーク通知もお願いいたしますぜひともみんなであの声を上げていきましょうあの形にツーリストもね形になる,なるわけないっていう風うに私もやっぱりそんな風な変な声を上げてるやつがいるっていう風うにあの言ってる人もいたんですけれども本当にねみんながね思いをいっぱい 声を上げたことで形になったと思いますのでぜひとも k i n ー i もみんなのもとにローラが来ますように力を入れていきたいと思いますよろししくお願いいたします。